ロジャバあるいは西クルギスタンはシリアの北部から北東部にかけて広がる事実上の自治区。2013年11月、ロジャバ作戦の中で事実上の自治権を獲得、直接民主制、男女同権、持続可能性を原則とした社会を築いた。ロジャバは三つの隣接しない行政区画からなる。東からジャジラ、コバニ、アフリンである。ロジャバは シリアからは公式に自治権を認められておらず、そしてアイスセルとは、交戦状態にある。クルド人は、一般的に、ロジャバを、クルディスタンを4つに分けた1地域として見ている。すなわち、トルコ南東部、イラク北部、イラン西部に、シリア北東部を加えた4地域である。クルド人が、多数派を占める地域ではあるが、ロジャバクルディスタンの政府や社会は、民族的。 宗教的な多様性を保持している。2014年2月時点での3つの関東ロジャバは、ジグリス川の西にトルコ国境に沿って広がる。関東と呼ばれるロジャバの3つの行政区画は、緯度36度から北へ0.5度の範囲に収まって、オリ横一列に並ぶ。ジャジラは、南東では、イラクのクルディスタンと接する。その他の国境に関しては、 シリア内戦のただ中で確定していない。他のクルディスタンから隔絶された山岳地帯、クルド山地にもクルド人が居住している。これがクルディスタンの最西端となり、20キロ圏内に地中海を望む。東の方ではアザズの山岳地帯にもクルド人がカルケミシュとイドリブにはクルド系の少数民族が暮らす。 ステファン・スパールはこれらの地域がアンティオキアへの通り道に当たることから、クルド人の定住が始まった時期をセレウコス長の時代に求めている。初期のクルド人は、傭兵や弓騎兵を制御としていた。クルド人勢力の制御下シリア政府の制御下アイスセルの制御下アルヌスラ戦線の制御下紛争地帯その他の反政府勢力の制御下2012年7月12日。 二つの主要なクルド人組織であるクルド国民評議会とクルド民主統一等は共同でクルド人の政治主体となるクルド人最高委員会を設立した。DBK はシリア国内のクルド人居住地域を守る目的でクルド人民防衛隊を組織した。2012年7月の末、そのユープグがコバニ、アムダ、アフリーンを支配に置いた。その後マリキア、 ラース・アルアイン、アルダル・バシア、アルマーバダ等の都市もユープグの支配下に置かれた。クルド人が多数派を占める都市としては、ハサカとカーミシュリーのみがシリア政府の統治下に置かれていたが、すぐに、これらの都市からもいくつかの地区はユープグの支配に入った。2013年7月、アイスセルは落下圏のクルド人住民の立ち退きを強制し始める。7月21日、 タルアブヤドでは立ち退かなければ殺すというアイスセルの脅迫によってトルクメン人、アラブ系住民も含めた数千人の市民が土地を離れた。タルアブヤドに入ったアイスセルはクルド人の財産を略奪、破壊した。場合によってはリーフディマシュク、デリゾール、ダッカから連れてきたスンニーハアラブ人を追い出したクルド人の住居に住まわせた。他の地域でも同様のことが行われている。 アイセルが落下権を支配地域に加えると、クルド系住民は2014年3月にはテルアカダを9月にはコバニを追われた。クルド人民防衛隊の構成による支配地域の変遷2014年、コバニはアイセルにより包囲された。コバニは後にクルド人民防衛隊と自由シリア軍が共同で行った作戦により解放された。この作戦は、 ユーフラテス・ボルケーノウと呼ばれ、アメリカが主導する空爆による支援も受けていた。2015年1月、クルド人民防衛隊は、はさかにて、それまで敵対していなかったシリア政府軍と交戦した。2015年6月には、カーミシュリーに駐屯するシリア政府軍と衝突。クルド人の高官ナシル・ハジマン・スールは、以下のように語っている。シリア政府は日に日に弱体化してる。 今後再び政府が主導権を取り戻す日が来るとは思えない。これ以降も、シリア政府軍、クルド人民防衛隊とも、反体制派やアイセルとの戦闘を優先する姿勢は変わらないものの、ハサカなどでは散発的な小ゼリ合いが続き、2016年8月に軍事衝突に発展した。8月21日、ユープグはハサカ南部の政権側支配地域を包囲。 これに対し政権側は、クルド人実効支配地域に内戦下で初めて空爆を実施したが、ハサカの大半を実行支配するユープグが優勢で、23日までにハサカのほぼ全域を制圧した。新たな大規模衝突に発展することも懸念されたが、双方は23日には停戦入りした。戦闘員の遺体や捕虜を交換し、交通規制を撤廃することも決まった。 アサド政権とユープグの双方にパイプを持つロシアなどによる仲介があったとみられる。国営メディアは政権側の撤退を報じていないが、ユープグ側は政府軍や政権側民兵は市外に撤退し、将来的にも市内に駐留しないことで合意したと説明している。ユープグが新たに制圧した地域もクルド側が支配権を握り、政権側は 市中心部の一部に警察が残るだけとなる。アサド政権とユープグが対立と協調の微妙な関係を続ける背景には、シリア政府軍はアラブ人の居住エリアを取り回すだけで手一杯であり、ロジャバに対して人員を削くだけの余力がない一方で、ロジャバとしてはバース島の統治に代わる行政と治安維持を行うための組織、制度を作ることで手一杯であることに加え、 合併、分裂、内部衝突を繰り広げる、反体制派に加担するよりは、内戦後も存続する、可能性が濃厚なアサド政権との関係を維持し、具体的な情報を得る方が、現実的との思惑があると考えられる。また、内戦勃発以来、アサド政権打倒に熱心かつ、クルド人勢力の自治や独立に対して、強硬姿勢も辞さない。 地域大国トルコの存在がアサド政権とユップグ双方の共通の敵として協調関係を保っている。2018年1月のトルコ軍によるアフリン軍侵攻以降は反体制派の各勢力がトルコ軍と協調するかアサド政権との戦闘を優先する中でユップグはアサド政権に軍事支援を要請。交渉の末、 アサド政権側も支援要請に応じ部隊派遣を決定したため一部占領地域をアサド政権に譲するなど両者が急速に接近し少なくともアフリーに一帯においてはその立場は反対制派からアサド政権の同盟者に変質しつつある2018年12月にはアメリカがシリアからの撤退を発表しトルコがロジャバに対する 新たな軍事作戦を準備するに先立ち、ユープグはアサド政権に万美人の防衛を要請。12月28日に政府軍部隊が万美人に投入された。米軍の後ろ盾を失った中でユープグはアサド政権と協調してトルコに対抗する姿勢を鮮明にした。2012年7月、クルド民主統一党とクルド国民評議会によって、 クルド人最高委員会がロジャバの統治主体として設立された。委員会のメンバーは PYD と KNC のそれぞれから同じ人数が参加する。2013年11月、PYD は隣接しない3つの自治区からなる暫定政府の発足を発表した。民主的連邦制とコミューナリズムに動機付けられたロジャバの政治システムは、 アナキズムとリバタリアニズムの原則に影響を受けており、多くの場合リバタリアン社会主義とみなされる。ロジャバの憲法は通貨、財産権、自由貿易を保障している。教育、安全保障、行政のための資源を共同管理するコミュニティが基本単位となり、経済活動に関するコミュニティの決定は政府から干渉を受けない。すなわち誰に売るか、資源を どう分配するかといったコミュニティの決定は一切制限されない。そして社会構造の変革、男女同権、持続可能な環境資源戦略を推し進めている。政治作家のデビッド・ロマノはこのロジャバの政治システムを上昇型のアテネ式直接民主政治と表現している。彼は責任を与えられた地域のコミュニティと多くの州に支持された強力な中央政府と 対比している。ロジャバのモデルでは、州の重要性は薄くなり、初期のアメリカや分離同盟戦争によって、連邦国家になる、以前のスイスに似た形の委員会を通して、人々が統治を行う。ロジャバは、地方自治体をカントンと名付けた。これは、スイスの地方行政区画に習っている。2014、2015、2016ロジャバの政治モデルは、 民主的な選挙によって組織された委員会による地域管理、すなわち関東ごとの管理に主眼を置いている。この民主的社会の構築を目指した運動はテブドイツマルクと呼ばれ、これは端的に言えばロジャバにより主導される民主的自治を行うクルド人地区の政治的連帯である。この運動はすぐに包括性を目指すようになり、クルド人、アラブ人、アッシリア人、 そしてムスリムやキリスト教徒、ヤズイーディのグループからなるトルクメン人など幅広い民族的集団を巻き込んだ。運動は、隣近所に、村に里に、小さい町から大都市にまで、あらゆる場所に、様々なグループ、委員会、共同体を形作ることを目標とした。これらのグループの目的は、彼らが生活の中で直面する問題を毎週、話し合うことである。 そしてグループの代表は村や町に設けられた人々の家に集まり話し合いを行う。ヘリングエ・ソリダリティグループのザ・ヘル・バ・ヘルはテブ・ドイツ・マルクがロジャバ地域で最も成功した社会構造として成長することができた理由について考察している。彼はその理由に物事を変えるだけの決意と力を持っていたこと、信念を持った人々が この運動を成功させるためあらゆるレベルの活動に自発的に従事したこと、そして3つの部隊からなる防衛軍を組織したことの3点を挙げている。テブ・ドイツ・マルクの組織した軍隊とはすなわち、クルド人民防衛隊とクルド女性防衛部隊と浅いシ種である。加えて女性のみからなる特別部隊がレープとドメスティック・バイオレンスの問題を扱う。テブ・ドイツ・マルクと並び、 暫定政治主体であるクルド人最高委員会が存在する。これはクルド民主統一党とクルド国民評議会の両党から同数のメンバーが参加する委員会で主に外交政策を担う。シリアからの独立は考えられておらず、自治権の獲得と地域内の資源の管理を目標としている。2014年の終わりに選挙を計画していたが、戦闘の激化により延期された。 一部の地方選挙は2015年の3月に行われた。経済、農業、天然資源、外交に関わる20の省庁を有する。議席の40%は女性に割り当てられており、別に若年層への割り当ても用意されている。エスニックマイノリティに対する配慮を促すために、すべての政府組織、省庁は共同大統領制に基づいて設計されている。 ありがとうございます。